なんかやっぱ僕としてはやっぱ疲れたところからがやっぱり勝負やと思ってて、やっぱり下番は3分3ラウンドやけど、やっぱり後半とかってやっぱりこう崩れ出したりとか踏まれへん部分で、やっぱりフィジカルという部分では絶対強い方が耐えられるし、こらえられる部分って多いと思うんで、やっぱ僕は結構やっぱフルスイングというかね、マンブリ心情としてるんで、うん、やっぱり筋力ってやっぱパワーやと思うんで、その点やっぱり乗せやすいというか、うん、まあ下半身で言えば踏ん張るし、それを連動させて上半身に伝えて、まあ、腕肩の筋肉でしっかり当てにいくっていう部分では、うん、ほんまにパワーが生まれる、日々鍛えとかんとあかん部分っていう感じですかね、うん、やっぱりさすがもう、まあ、チャンピオンなんで、やっぱりそのもうプロの動きというかね、あの体の使い方はやっぱりまあ格段にうまいので、さすがのトレーニングでしたね。よくコンディションこんなキープできるなと思いますね。あからさまにウエイトトレーニングをしている筋肉の質じゃないというか、神経伝達も含めてやっぱ連動させるっていう動きが特にヒデさんの場合上手なんで、今日ももう一回復習を兼ねてっていうメニューでしたけど、あの運動パフォーマンスも全然下がってなくて、しっかりさらっとな予定だったですけど、しっかり追い込むメニューになって、いいトレーニングだったなと思います。